屋敷の細道番外編で五崎、さあ先ほどの続き、ベガはユーベガ、さあザンギはセロテープザンギ、さあ高めコキックからは投げ返されて、さあコパンコパンシャカシャカやって、しかし中盤で拾われる。さあこれ俺もザンギ使うんですけど、ベガのカニがね本当完璧であればあるほど、ザンギは何もできないですね。さあジャンプダイパンが届いて、さあダブラリ回るが、あっとジャンプダイパン、ジャンプダイパンガードできた。さあいい勝負、さあバックジャンプ中盤立ちくらいしてしまって、前ジャンプダイキック、さあここはタッチダイキックダイク。さあユーベガさんがまずは1本目、さあしかしセロテープザンギエフがいい動きですね。ベガ戦やりますねかなり。さあカニからダブルに、さあピオール、さあここはミスったが、まあまあよかった。ああない、サイコクラッシャーもう一回ピオった。さあセロテープザンギエフが1本目取られてしまう。さあユーベガさんはなんか不思議な動きで荒らして勝ち取った感じですね、2本目。さあ小崎のうち、1本目を取ったのはユーベガ。さあスクリュー入らず、カニカニ、さあ立ちダイパン、あのダイパンもね結構早めに押さないとああやって返せないみたいなんで簡単な技ではないです。あれさあめくりダイパンから小足スクリュー、さあこれで全くわからない。さあダブラリは全くと言っていいほど当たる要素はありません。なぜならここはナイトメアをジャンプでスカッシュで裏からスクリュー、今のは読みがドンピシャ、はい、中キックね、ほんとこのカニ返しづらい。さあザンギはもうコパンとかちょっと歩いて台足を刺しに行くぐらいしかやることはありません。あとはジャンプで上から大パン、もしくは膝で潰しに行くとかね。さあ何も起こらず、さあここは黙っている。さあバックジャンプ大キックタイク、さあ最後でちょこっと削って、さあダブルにセンター当て、あれは返せないですね。さあユーベガさんが取り返して1-1、さあダブルラリアットは当たらず、さあ中キックのカニには本当に当たらないです。あれよっぽどダブラリのこう一発目と四発目を前歩いて当てる感じですね。体に、足には当たれません。あれさあ大一般体育ミスったが大事には至らない。さあどうなるかな、あカニ今大キックでしたね。たまにやりに行く大キックちょっと長いんで見えないです。あれシューキックのつもりでボッタチしてると食らいます。さあ高め中キックガードしたが、もう時間が、あーダブルにセンター。さあユーベガさんが2本目も取る。さあこれで 2-0。 さあ指名されたセロテープザンギとしては一矢報いたい。さあ開幕はスカッタがダブルニーだけ食らって、めくりはダチダイジャンプダイキック食らう。あれねダブラリだと変えんないしガードも振られるしね、と判断に迷うところです。あれ、まあ、しかしあれベガとしてはねダブラリを食らうと本当一大事なんで、もう命がけですねあの行動。まだナイトメアがあれば、ハメは回避できるんで、
なんとかなるんですが。さあ、カーニー垂直ジャンプ大キック。さあ、あっという間に3本目。さあ、ユーベガさんが早くも 3-0。 さあ、なぜか緑色のザンギを1回も使わない。さあ、ダブルにめくりジャンプ中キックで、さあもうあの最後の中キックの重ねまでね、もうセットプレーです。さあ小足からスクリュー、これは逃げれないかな。はい、あれでね、あのしゃがみコキック大パンとかになるんですね。タチ大パン、俗に言う青サイ大パンです。さあ、プレッシャーをかけるのはユーベガ。さあ、亀梨に追いやって、さあ、体力あっという間に7割持っていく。さあ、中キック差し返したが、ここは小パンで、さあ、連キャンジャンプを見せていったが、ユーベガさんは動じず。さあ、ユーベガさんが取り返して、やっぱりね、なかなか飛びはね、通らないですね。さあ、中段バックジャンプ大キック。さあ、ここはワンチャンあるのか。まだナイトメアたまっていない。さあ、ここで転ぶと分かんないぞ。さあ、これでお互い溜まったが、さあ、ダブルにセンター、ここはナイトメア。さあ、ゆうべがさんが 4-0 リーチ。さあ、ここで緑色に変身。さあ、ここから逆転はあるのか。さあ、開幕ダブラリー。さあ、スクリュー、さあ、これはいけるぞ。ダブラリーだ、デイズ小判で落としてスクリュー。さあ、しかしこの状況、おー、ここはジャンプライパン、ジャンプライパンボリーでいきました。さあ、ここは読み勝って、スローテープザンギエフが取り返す一歩取りましたね。おはようございます、おはようございます。お、なんか、まあ、ま、待ってますけど、ちょっと削られてますよ、体力若干体力勝ってますけど、あ、これで追いついたさあ、カニに徹するユーベガさん。さあ、バニシングが当たったか。おっと、スクリュー、今のは間に合わなかったですね。歩いて投げる集団。さあ、あれうまいっすね、バックジャンプ大キック。さあ、リーチ、ユーベガさんが 4-0 で今リーチですね。 5先なんだよ。さあ、フリーにホバーにはいかず安全策。さあ、大足、さあ、スクリューミスったが、カニー、さあ、あっ、あっ、さあ、セロテープさん頑張れ。わあ、確定ないですね。さあ、あと一発で、ああ、最後までカニでしたね。さあ、5-0圧勝でした。